どうもこんにちは、モンブランです。 FPS ゲーム初挑戦ということで、攻殻機動隊 SAC オンライン、これをちょっとやってみたいと思います。ちょっとね、さっきやってみたんだけどね、どうすんだろう。これでもう来たんだ。うわ、いきなり撃たれた。よし、やばいやばい、ああ、弾なくなった、弾なくなるんだ。どこに、おい、後ろか。うわぁ、なかなかこれ難しいな。左に一人いるんじゃねえか。あ、上か。後ろ、後ろ、うん、味方か？どうにも、うわ、お、何何
え、どこ？いた。私を見失わないよ。共有しろ。いたな、今いたな。うわ、後ろにいた。こういうゲーム向いてないんじゃねえの。味方だよ。押されてるぜ、相手チームに。味方か。マジか、光学迷彩。こっちも光学迷彩で行ったな。電脳コード共有した。悪いな、ちょっと繋がらせてもらうぜ。まあ負けたよ。この任務の経験を次の作戦に生かせ。以上だ。いや、面白いですね。うん。アニメ好きなんですよね。原作も好きなんですよ。漫画はね、全巻持ってますね。画面綺麗ですね。軽いし。いやでも難しいね、FPS って。なんか元子のね、装備も変えれるっぽいんだな。次 F2 で行ってみようか。今回は A チーム。これね、俺は突っ込みすぎな気がするわ。ああ。いや、いいね、この電脳ダイムみたいな。それっぽくて。
トリックスみたいじゃん、これね。いや、マトリックスがこれ元にしてるんだけどさ。殲滅だ。キルだよ、キル。いきなりスキル使おうか。もういるのか、もういるのか。どこにいるんだ。うお、これだ。もういきなり撃たれたわ。当たんなかった。リロード。援護を頼む。どこだ。撃ってきて。グレネード。クルーズ。光学迷彩よ。やばいやばい。グレネード。まだいける。あ。うまっ、ヘッドショットしてた。セントリーガンで敵を抑える。どこだ、どこだ、どこでやってる。いやいやいや、敵はどっちかな、味方あっちか、味方か。狙撃されたわ。うめえ。うん、後ろにいた。
おお、びっくりした、味方か。やばい。うわー、なんで当たんねんだ。こんなもんか。足でまたいじゃないの俺。もう。うわ。いや、俺こんな時代に行きたくないね。すぐ死ぬわ。もう一人。よし、2キル。あ、いる、もう一人いるな。お、勝ったぜ。給料分の働きは見せてくれたようだな。ご苦労だった。テクニシャン、テクニシャンなの俺。そんなことないよね。じゃあね、次は F3 で行ってみよう。なんかこういうライフルチックなやつでね。
118SD-S1B、 なんかいいじゃないか、スコープついてて勝てそうな気がするよ。しない？イエスさあ、ラマキさん、わかりました。やべ、突っ込みすぎた。もういたのかよ、すぐそこにいたわ。なんだこれ、アサルトライフルじゃねえんだ。やばいねこれ、ハンドガンだからいいわ。ミスった。うわ、なんかに当たった。何あれ、いいな。あ、これスナイパーやるのか。これ突っ込むんじゃなくて、後ろにいた。やべえな、味方死んでんじゃん、いっぱい。何、どっから撃たれたの今。うまいよみんな。ごめんね、俺ハンドガンでやるわ。味方だ。感じ。何よ、どうすりゃいいのよこれ。伏せるのどうやるんだ。
あ、うまいなあいつ。なんだよ、俺が下手なんだろうけど、こういうとこから狙うんだ。来い来い、来ねえかな。うっ、これ向いてないわ。キルした。お、目の前にいやがった。ここから光学迷彩して。どうやってしゃがむの？お、なんかやったのか、やったっぽいな。あー、つめえなー。申し訳ない。
KDR ってなんだろう、なんか下がってる。はい、というわけでね、攻殻機動隊 SAC オンラインやってみました。 FPS ゲーム難しい。うん、今後もね不定期でやっていこうと思います。それじゃあまたねー。